無垢げの花が咲き来ましたは、金田椿による韓国の小説。民族主義的、反日的な小説。1993年に出版され、7ヶ月で180万部、約1年で300万部を売り上げ、驚異的な記録を打ち立てた。この小説は読書、鳥の波運動推進委員会が、毎年実施する。 国民読書実態調査で1994から1995年連続、最も記憶に残る本1位になり、国民小説として位置づけられた。共保文庫によると、1994年韓国、ベストセラー2位に上がった。また、1995年に映画化され、1995年度良い、映画、第6回春史映画芸術商談誌優秀演技賞。 審査員特別賞を受賞した。この小説は出版後、日本でも話題になり、1994年に日本語訳本が出版された。三巻の長編である、ムクゲの花が咲きましたは1977年、米国で交通事故で死亡した、各物理学者のリテルアキ博士をモデルに、朝鮮半島の核開発をめぐる、国際的な陰謀を追跡する推理小説。 作中に、韓国が北朝鮮と手を結び、南北共同軍を組織して、日本に核ミサイルを撃ち込むという戦略シナリオを読む部分がある。また、南北共同軍が、津島や九州地方を占領した後、熊本県の水前寺公園を意味もなく破壊したり、日本の農家から作物を集奪して、食料不足に悩む北朝鮮へ送るなどの記述もある。 一連の南北共同軍による攻撃で、万作つきた日本は、韓国と北朝鮮に降伏し、多額の賠償金を支払うことや島根県の竹島の領有権主張を放棄すること、さらには韓国が長崎県の津島を数え年36年間植民地にすることなどを認める内容になっている。リテルアキ博士の親族は、小説の内容に不満を抱き、 作家を告訴した。裁判を通じて明らかになった事実は、リテルアキ博士は、核兵器開発に反対する立場であり、実際の研究分野も、核兵器開発とは、距離があるなど、核兵器開発に全く関わっていなかったということだ。リテルアキ博士の遺族は、維新政権と、核兵器に反対したにも関わらず、小説は、虚偽事実を記載し、 名誉を傷つけたと主張した。これに対し裁判所は、虚偽の事実は事実だが、韓国の読者が、リテルアキに対して、尊敬とボボの情を引き起こすと言え、我が社会で、リテルアキの名誉がより高まったと見ることができるため、実際の生活とは異なる描写をされ、遺族の主観的な感情により、リテルアキの名誉が毀損されたと考えられるが、社会通念上、 リテルアキの名誉が既存されたとは言えないとした。1997年、表伝、核物理学者、リテルアキの著者であるアナイは、金タアキを漂設の疑いで告訴し、販売禁止を要請したが、ソウル裁判所はこれを棄却した。2019年には漫画、誰も揺らがない国に客色された。原作は、ロタイグ大統領当時を時代状況として描いているが、 漫画は2019年の朝鮮半島を背景にしている。ありがとうございます。